ミザオン、ミザリオールの音楽堂 Z。 さあ続きましてはですね、今回、番組で、ツイッターでなんですけれども、皆様に質問をちょっとたくさんもいただきまして、今回ありがとうございます。本当に、本当全部紹介できないのは本当残念なぐらいなんですけど、まあまあの、結構な質問をいただきまして、たくさんいただいたということでざっくり言うと、たくさんいただいた中からちょっと2つほど質問をちょっと厳選でちょっとね、あのもらった質問がちょっとここで被ってたりとかしてなかったんで、その中からちょっと、質問を2つ用意して、はい、まずは1日入れ替わるなら何をしたい、ひみこさんがサラさんに入れ替わったりとか、そのひみこさんが一ノ瀬さんになったら何をしたいかみたいな、なんかね、ここでの入れ替わり、ここそうです、3通りの、なので何したいかって、さっきもね、いろいろ出てきました、バイク乗ったりとか、ね、そういうのしたりとかいろいろしてるんで、とかアクティブにね、猫の入れ替わりやってるとかするあるんで、まあじゃあバイク私乗れないので、バイク乗った時にぶっ壊したりしないと、あの身体能力も受け継ぐんですかね、このそこまで細かい設定はもう自分で出てるよ。でもバイクは乗ってみたいです。あの私原付もダメだったんですよ で原付ぐらいは乗れるようにならなきゃと思って、あの講習ですね、講習行ったんですけど、ぶち壊しまくって、あと適正検査を何かやってもクリアできなくて、お前はダメだってなって乗れなかったの。バイクは乗ってみたいです。大きいバイクかっこいい、憧れがあるから。そうですね、50cc でダメだったら、その何倍のその1400無理ですからね。いや、それこそ入れ替わんないと無理だから。あ、それはバイク、バイクでなんか大きい橋とかくわーって、あー、絵にね、そう、まあ、大型だと後ろにも乗れるんで、あのね、後ろにこうのね、乗せて、おー、キャンディーゾーナー、じゃないですか、姫を乗せて、その時は白馬のじゃないですけど、黒ですけど、そうですね、思いっきり黒い、うち黒で、あ、黒でいいのか黒でいいんだな、そうで、黒い馬の方がね、吉野瀬さんだったら何かな、難しいですね、これ、めっちゃ難しい、何だろうな、私もベースでバリバリやってみたい。ああ、なるほどね。それもありますよね、やっぱ一ノ瀬さんといえばっていうところ。できないことばかりなんだけど、ベースとか楽器もあんまりできないから、ベースで、あの一ノ瀬さんのステージ、本当に楽しそうにニコニコ、こう、すごい決まってるんですよ。あれでもちょっとやってみたい。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、続きまして、サラさん。ですか、まず、姫になったら。早いな。とりあえず。とりあえずあれですね、新宿の街をバーっとこう歩いて、あの道路の真ん中歩いて、真ん中どれだけの人が避けていくかを、なんでモーゼの10回をリアルにそこで再現する、それをやりたい、できそうな気がする、うん、姫だったら、姫になったらそれができるかな、新宿で真ん中、そう道路を歩いたら、そう、道路は真ん中、割と道の真ん中バーって歩いたらこうできますね。なんかライブの時にたまたま衣装で出なくちゃいけない時とか避けていくか、うん、遠くに行ってくしゃっ、なんだろうね、そうなりますね、携帯こう向けられるわけなんですか、うん、もうそういうのもよくてよ優雅ですね、とてもそうこんな感じでちょっとそれやってみたいこれじゃちょっとできないんでもう誰塾やってみたい、そう、一回やってみたい、なるほど、続きまして、一番ガッシャンは、ガッシャンだったら私はもう、とにかくそれこそ私もあの今ね、ギターの練習ちょっとやり始めて、弾き語りとかね、そう、やり始めているんですけど、まあね、そういかないので、やっぱりベースもね、こういうのもあるんでね、あの目の前にいる人たちをベースの音でこう酔い狂わせたいけど、そんな酔い狂わせてるなんすか、酔い狂わせてる、いや、狂ってたよ、目の私この間コメント見たけど、目の前の人大体狂ってたから、頭ガンガン振ってこう狂ってんなと思って、あの状況を上からこう見下ろしてこう、うん、ほら、どうや、やっぱ、オラつきたいんですよね、どっちかっていうと、オラつかそう、どっちになったとしてもオラつきたい、そう、サラさん、人間性がここでよく出ますね、ありがとう、どうしてもオラつきたいな、さあ、続いて、一応私はまず卑弥呼さんになったらもう自撮りしまくりますそこなんで、私の一押しのコーディネートで自撮りしまくって自分の iPhone に転送して満足みたいなそうですね、もうあらゆる服装もそのゴシックから本当に正統派ロリータからもいけるんで、バリエーションが豊か、それを堪能する一日を送りたいで
ですね。サラさんになったら、もう猫ちゃんをもう振って帰る。帰るんだ。ひたすらにも、両手に猫で振って帰る。そうですね。サラさんといえばやっぱ猫ですよね。私も実家には猫いるんですけど。じゃあ猫は大好きなんですけど。うちも実家にはいるんです。あ、そうなんだ。じゃあ、それとも猫大好き。家に帰って、ただいまでも振ってやりたい。猫好きに悪い人いないんで。でも、たかし下ネタばっかり言ってました、この番組。いや、悪い人いないの。悪い人ではないんだよね。悪い人いない。免罪みたいになってる。はい、ありがとうございます。さあ、はい、続いては、ちょっとシンプルな質問をいただきましたので、いきたいと思います。はい、今後、海外での活動はしていきたいかみたいな、なんかちょっとこれはね、今、うん、コロナでなかなか難しいんですけれども、やっぱり海外ね、活動するとしたら、うん、どこの国でやってみたいとか、どこ行ってみたいとかね、海外、いろんなところあるじゃないですか。アジア戦略してみたいとか、まあまあ、ヨーロッパでもいいですし、アメリカでもいいですし、アフリカでもいいですし、もう南極北極でもいいんですよ。自分いや極端な話、どこ の, その海外の中で自分の音楽とか、あと誰々と対話してみたい、ハロウィンと対話してみたいとか、ドラゴンフォースと対話してみたいとか、いや分かんないですよ、とりあえず行ってみただけなんで、なんでメタルばっかやねんなんですけど、まあ、あ今度は逆に一ノ瀬さんから海外で、うん、やってみたい国とか、やってみたい国、もう言われればどこにでも行きます。ベース担いでどこでも、はい、どこでも行きます。南アフリカ共和国でも、もうどこでも、ガーナでも、ガーナでも、北極でも、南極でも北極でも、南極でも、北極はちょっと悩むかもしれない。旅費出ますって言ったら考えますか。そうですね、旅費はちょっと大事ですね。いや、でも、お客さんいるのは、まあ、アメリカとヨーロッパ圏ですかね。まあ、今ジョーメタルとかそっちのジャンルってヨーロッパとかずっとやってたりするんで、そっちの方にまあお客さんはいるなっていうのをなんとなく、そうですね、ニーズというところでもやっぱりところですね。とか、まあ、個人的にはアジア圏好きなのでアジアも行きたいなと思って、はい、アジア圏だったらどこですか、具体的に。アジア、私ベトナムすごい好きで、お1回しか行ったことないんですけど、 あるんですね、はい、また行きたいなって思って、これライブで今度ぜひ、はい、ね、見てる方ももしかしたらオファーしてくれるかもしれないか、ここでね。そうですね。ということで、じゃあ続いてサラさん、はい、いやもう本当私もそれこそね、世界各国どこにでも行きたいし、うんうんうん、まあでもまずなんだろうな、やっぱアメリカのね、ブロードウェイとかね、あの辺りのライブハウスはやっぱり憧れが強いし、私全然その、ね、海外のお客さんってあんまりいないんで、私の周りちょっとまだ全然想像つかないんですけど、ただ前に一緒にやってたギタリストがカナダ人だったんで、なんかね、そのカナダへの遠征や、そうですね、お父さんお母さん来てませんでした、確か。お父さんお母さん来てましたね、来てましたね、ワンマンの時、はい、カナダから、はい、見ました見ました、来てくれたりとかしたんで、なんかね、そういう憧れは結構強いですね、うん、ヨーロッパ圏とか、まあ、私 U2 好きなので、おー、いいですね、はい、何 U2 とね、まあ、あの日本にこの間、一昨年くらいから一昨年ですね、来た時もまあライブ見に来ましたけど、うん、なんかやっぱりね、素敵やかっこいいなと思って、なんかね、ああいう方々とね、ほんと何かね、事故ったりなんかしてこう対バンできたらね、ご縁があって、事故ではない、ご縁があったと言ってくるんだから事故が起こって、そう事故が起こって対バンはないと思うんですけど、ご縁があってで、ね、なんかぶつかり事故みたいな、もらい事故で対バンっていうのはまずないですからね、なんか急にこんなこと言い出したんですよね、なんかのご縁があって、ご縁があっての対バン、ご縁力がちょっとねもらい事故ではなかなか対バンは語彙力乏しすぎるんですけど、はい、まあまあね、そういう憧れはたくさんありますね、はい、さあ私もいろんなところ行ってみたいんですけど、結構ゴシックとか、うん、ゴシックロリータが好きな方、海外の人多くて、多いですね、いいねくれてる方とかでも、海外の方、あのね、すごい何語やねんっていう、たまにあのリップ見ると、はい、あれ翻訳機能つくと、なんか全然わからないことになってる、そうなんです、そうなんです、でフランス語でしたっけ、なんかいますよね、なんか、まあ、今、アメリカのなぜかテキサスの方が多いのと、うん、スペインと、あ、スペインポルトガル語だから、ポルトガル語はどこなんだろう、ポルトガルかブラジルですね、ブラジルか、ブラジルもほら、ゴシックロリータすごい人気ある、そうなんですよ、人気なんですよ、でもヨーロッパ圏の人もそうですし、うん、で結構もうフォロワーも多分4分の1ぐらいは多分海外の人なんですよ、へー、すごい、で一生懸命 Google 翻訳とかで翻訳してるんですけど、
その人たちのところにはやっぱり行ってあげたいなと思うのと、あと一つ個人的な意味はベネチアで衣装も本当にゴージャスにしても、要はあのマスケラって言ったその海外のね、ま、あの仮面の祭りですよね。あれ全てが整ったもう今から行っても間に合います。全然あとマスクつければもう、そうマスクつけるだけ、あの金色のねマスクをつけたすごい幻想的なお祭りで、夜通しねその踊ったりとかする、みんな本当にすごい豪奢なドレス着て、私も憧れる。まあ言うとバンド名出すとマリス・ミゼルみたいな感じですよね。そういうところで行くか言うと、憧れはベネツィアの仮面祭りで、はい、はい、ありがとうございます、はい、さあこの質問いただいた方なんですけども、粗品をプレゼントということでして、こちらでちょっと持ってきた、今回、この世界でこのたった2枚しかない、はい、このサイン色紙を、ね、プレゼントいたします。そして、こちらが、一応さんが書いていただいたタイトルバージョンと、はい、秘密さんが書いていただいたタイトルバージョンのこちらね、はい、サインの、こちらを、今回採用させていただいた方にプレゼントさせていただきます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ということでして、そろそろ、番組の、ね、終盤でございまして、まあ、今後の活動なんかのお話なんかをさせていただきたいなと思って、はい、まずはじゃあ、ひみこさんからは、はい、まあ、秋口ですよね。秋口です。今はちょっとまだ活動できてないんですけど、9月に結構その大きなお話あの発表ができるっていうのと、9月にそれに合わせてソロプロジェクトが、動き出すと思うので、それまでしばしお待ちください。まあ、あと1ヶ月ということですね。1ヶ月、そうですね。今、鋭意制作中。なんでカミングスーンということ ということで、はい、ツイッターもやられてますからね、はい、もういろんな画像を上げてますので、はい、ぜひチェックして、はい、あのリップしてください、はい、よろしくお願いします。はい、続いてサラさん。はい、私もですね、今あの決まってるライブっていうのは今ないんです、現状ないんですけれども、あの秋口にですね、ちょっと私のまあソロの今までやってきたバンド自身ももちろん動くんですけど、それ以外にもちょっと、お、またこれも発表が、はい、これがね、ちょっとそのこの放送の後ぐらいになると思うんですが、ツイッターとかインスタグラムも私やってますので、そちらでね、あの改めてご報告させていただくと思うので、ちょっとぜひチェックを、ちょっといろいろ動きます。はい、そして、こちらなんですけれども、はい、おととしに出たのかな、そうですね、こちらフルアルバム、ファーストフルアルバムの This is Sara ということでして、はい、もうライブでの定番曲だけでなく、はい、もうね、インストは、インスト、曲入れて13曲。そうですね。13曲ので、はい、こちらやってます、はい、ありますので、CD ショップ、物販等ね、オンラインショップもございますので。そうですね、オンラインショップでね、いろいろ。あと、これ以外にもまたあの新作の CD がいくつかありまして、それはオンラインショップ、私が運営しているオンラインショップの方で、販売しているので。このね、あとシャツもね。はい、これね、こういうグッズとかも、はい、これね、自分でファンの方も、はい、させていただいて、はい、してますので、ね、はい、こういうのとか。あと、もう一つ、あのショールーム、うん、ね、私毎日実は配信を毎日続けてまして、うん、まあ、そちらもですね、まあ、時間不規則になるんですけども、たまに覗いていただく、はい、たまにバンドメンバー出たりとかね、はい、なんか、はい、いろいろ賑やかな感じで、賑やかな感じでやってますので私もたまに見てます。ありがとうございます。というわけでよろしくお願いします、はい、さあ、はい、続いて一応、はい、ライブの予定なんですが、近々でまずはね、そうですね、8月の21日と22日に、まあ、私の生誕祭シリーズということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。両方とも下北沢でライブをします。21日の方はあの宿題括弧会という、以前スターウェーブにいた、そうですね、あのもう何でも毎回コントやって、うん、絶対同じコントをやらないっていう、よく耳にしますね、はい、で私はそのライブ見に行ったらタガメを顔面投げつけられたんです。そうですね、ちょっとそういう時に大会系のバンドさんがあのちょうど先輩 で先輩なんですね。まあ、前のずっと前にやってたバンドの、まあ、先輩バンドみたいな感じのポジションなんですけど、ね、ゴールデンボンバー次に来るのは宿題だってずっと言われてもう10年だって本人たちが言ってましたよ。そうですね、そうです、いつ来るんだ俺たちってなかなか過激なバンドですよね、宿題さん。そうですね、という面白いバンドさんが主催のイベントに出させていただくのと、あと8月の22日の方は下北沢レッグで主催のイベントをやります。ツーマンライブを朝と朝、昼と夜で2回ずつ、朝はちょっと早いですよね、はい、やらせていただきます、はい、でお相手は三角形の時間さんと、あとザ・ヒンナ・キャットさん、前回ゲストでございますね、そうですね、の2バンドと一緒にやらせていただくのでよろしくお願いします、はい、そして、こちらがね、
出ました、これファーストアルバムでございます、ね、そうですね。じゃあまあなんか聞くところと完売間近というなんか噂をちらほら、うん、そうですね、ちょっと私の手元の方にもなくなってきまして、うんうんうん、まあ、できればディスクユニオンさんとかタワーレコードさんとかで買っていただけると残り分が、はい、ということでして助かります。追加プレスもあるかなっていうなんか、まあ、あるのかないのかわかんないですけど、 それはお楽しみにということでしてで、ね、こちらもぜひチェックしてみてください、はい、ということでしてございましてね、本当に長い時間でしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。で、ちょっとですね、この番組のお話になりますけれども、この番組ですね、チャンネル登録と今高評価をいた、ね、ちょっといただきたいなと思いまして、チャンネル登録企画でございます。今回ですね、よいしょ。じゃあそれぞれ1枚ずつですね、自分のセンターの持っていただきまして、こちらですね、さらに待って、こちらです。はい。ちょっとアップめに出していただきまして、今回、それぞれセンターのチェキを3枚用意しました。この番組の、チャンネル登録、そして、この番組の、Twitter のフォローしていただきまして、まあ、DM でプレゼント希望などの詳しくは、概要欄に載ってますので、登録していただきますと漏れなく、抽選でこの3枚どれかがプレゼントということで、ね、もっと言うと、まあ、ミザリオの Twitter フォローしたらさらに上がるかもしれない、確実ね。そういったさりげなくせこい宣伝しとくと、まあそれはどうかなと、多分出ませんってなると思うんで、俺のフォローしても全然関係ねえよってなると思うんですけど、それはおまけです。うんうん、じゃあカメラの奥で。あのスタッフがおめえ余計なこと言うところで。なので、この番組のチャンネル登録、そして、この番組のツイッター公式の、フォローしていただいた方から3名の方に、こちらの特製今後の世界で、ね、3枚しかないサイン付きのチェキをプレゼントします。詳しくは概要欄、ツイッターに載せますのでぜひチェックしてくださいということでございます。ということで、はい、そうそうお時間でございます、はい、本当にね、はい、ありがとうございました。長々のね、もう本当たくさんいろいろお話いただきました。また今後ね活動ご活躍期待しておりますので、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、ということでして、ゲストは卑弥呼様、サラ様そして一ノ瀬さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではミザオンミザリオの音楽堂 Z、 また来週。 Z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 